やばい、強引にバリ屈伸されてる。ナメプレしろ、ナメプレしろ、うわ、ナメプレしろ、ナメプレしろ、うわー、え、強引にめっちゃ屈伸されてた。え、屈伸しろよ、こんなん。なんで屈伸せえへんの。立場もあるし、やり返すだけ無駄や。いや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 、やり返していいやろ、別に。あんなあんなやり返していいだろう。まあでもあれか、下打ちされて下打ちしないと一緒か、別に。いやでも俺は人間小さいから、ノーリスクで屈伸されたことに対して俺は腹立つね。だってその場合、屈伸っていう BM をしたやつがやり得で終わってるんですよ。俺許せねえよ。いや、というか単純に悪いことしたやつがノーリスクなのは嫌やなってだけ。俺は別にゲームの中だけじゃないけど、電車並んでて後ろのおっさんに割り込みされて、そいつが何もなかったらムカつきませんっていうだけの話。なんで悪いことしてるやつがノーマナー、じゃあノーリスクなわけっていう。巡り巡って人望をなくしてると思うよ。いや、わかるけど、俺はちゃんと自分の見えるところで明確に損してほしい。俺は明確にちゃんとそいつが目の前で損してほしい。痛い目に遭ってほしい。喫煙所並んでて割り込まれたから、並んでるんですって言ったら、だから何って入っていってポカーンってなりました。同じ国に住んでる人間と思えへんよな、マジで。同じ国で生活してると思えない倫理観の低さよね、マジで。マジでどういう生活っていうか、どういう人生送ったらこうなんねやろってなるよな。身勝手なやつの方が幸せな気分で過ごしてない。そうなんすよ。だから咎めないとやり得になっちゃうんですよね。ゲーセン時代の自分にブーメランにはならない。俺そんなことはしてなかったよ。そんなことは別にしてないよ。そこはなんか人としての部分やから、そこは耕えてないと思うけど。喫煙所貸すエピソードある？喫煙所貸すエピソード、あ、もう普通に掃除来てるおばちゃんがいる横で、カーペッて灰皿にやってるおっさんとかおったで。動物やんって思った。人間じゃないやんって思ったもん。あまりにもな人減りましたよね。いや、減ったように見えてるだけでいるんじゃないですか。結構言うて、大阪北と南でめちゃくちゃ違いません？南は南の方がやっぱ治安悪いよね。北の方がやっぱだいぶマシやと思う。東横みたいな治安の悪さって大阪にもあるんですか？あれっすよね、グリ下、グリ下と呼ばれるところはありますね。あの引っ掛け橋、恵比寿橋の横のグリコの看板のとこ、治安悪いんですか？悪いと言われてます。あそこが治安悪い理由が、あのね、クラブがあるんすよ。若者が集うクラブがあって、だから治安悪くなりがちって言われてますね。東京ネズミえぐいけど大阪はどうなの？繁華街はネズミやばいと思うよ。添右衛門町とかむちゃくちゃネズミいるんじゃない？名前は伏せるけど、某ラーメン屋行った時、厨房見えるんすけど、ラーメン食ってたら普通に厨房の中にネズミちょろちょろって走ってんの見て、なんか俺は別に全然食えるんすけど、友達がそれ見て、ごめん俺もう食う無理やっつって、食うのやめてましたね。どこからアウト？なんやろうな、飯食われへんくなるラインは結構大丈夫な俺でも、海外の常温で運ばれてきた海鮮類は食えなかった。うん、マジでそれは食えなかった。無理やなと思って。胃腸強い。海外で腹下したこととかある？腹下したことはあんまないけど、便秘はしたことある。いや、便秘はよくする。腹は強い方かも。でも香水で、いや単純になんか食いもんで、多分食物繊維足りてなくて便秘みたいな。野菜が足りてないんやと思う。海外で野菜なんか食うのね、めんどいなっていうか、しんどいなって時あるんですよね。いちいちここまで行かないと野菜買えないみたいな。だからアメリカとか行ってめんどくさがると、もうマジでポテト、ピザ、ハンバーガー、ステーキしか食わなくなって、まあそら便秘するわなみたいな。ずっとあの食生活は無理やね。まあだってそれこそ飲食店働いたことない人がグリーストラップの匂いとか嗅いだら、
なんで飯作るところの地下にうんこあんねんってなりますもんね。グリストはね、あの本当にこまめに掃除してたらめちゃくちゃ匂いマシになる。あれマジでグリストを1週間とか掃除せえへんだけで多分結構やもん。月1はもう確実に終わる。マジ1回は飲食店でバイトした方がいいんじゃないかな。みんなそうっすね、接客業もやった方がいいよね。そこら辺はやった方がいいと思うわ。いやあのね、ラーメン屋で普通にまああの働いてる時にやっぱ飲食店のピークタイムって結構ピリつくじゃないですか。忙しくてなんか余裕なくなってみんな結構イライラしたりするんですけど、割とハラハライライラしてて、でそれがなんか店の客にも伝わるんじゃないかぐらいのハラハラ感の時に、ファミリーのお客さんが飯食い終わって退店する時に、あのちっちゃい子供がごちそうさまでしたって結構でかい声で言ってくれたんですけど、その瞬間そのピークタイムのハラハラが店内から一掃されたという経験がありまして、マジで客もまだかよみたいなとか遅いなみたいなちょっと空気とかあったんですけど、店員もそれ感じてなんかイラついてみたいなところを、子供のごちそうさまでしただけで全ての不穏な空気が取り払われて、あれは神、いやあれは神がかってたねマジで。だからみんなごちそうさまでしたは言おう。チェーン店でも言い得やぞ。おっさんでも言っていい。おっさんでも言い得。ごちそうさまでしたとありがとうございましたはマジでね言い得。でも挨拶もし得。ちゃんとマンションで住人の人に会ったら、おはようございます、こんにちは、こんばんは、はもう言うだけで全然違うよ。日本人やっぱね、あの恥の文化やから、行動しない理由のかなり上位に恥ずかしいとか気遅れがあるのよね。だからそこを取っ払うだけでなんかめちゃくちゃ良くなること多いのになっていうのほんまに多いんですよね。挨拶ない方が恥じゃない。いや知らない人におはようございますとか、その声をかけるっていうところに恥ずかしさを感じて結果何も言わないみたいな。とか電車の中で、まあ、年配の方がいて席譲った方がいいなって分かってるけど譲らない理由って大体気恥ずかしさなんですよ。だからそういうのが結構ね、俺無言席たちさ、一回俺スティールされたことあるんすよね。いやお前に譲ってないんだがみたいなそうスティールされるから無言席たち、俺あれがマジで嫌やから、譲るときは絶対譲りたい人にどうぞってハンドサインしながら立ちますね。いやさすがに俺スティール後にいやお前じゃないがっていう勇気はなかった。今学校の不審者情報メールで朝おはようと言ってくるおじさんがいるので気をつけるできる内容があったみたいで切なかったなるほどな、悲しいな。リスクを気にしたらね、全て規制するが安定になっちゃいますからね。やっぱ小学生が70代ぐらいのおじいさんにおはようと声かけられる事案がありましたって張り紙あった悲しい。ジジイはただ普通に老婆心で挨拶しただけだと思うのに悲しい。変なやつが増えすぎた。どうなんやろな、昔のその倫理観に戻してもいいのかというところは確かにあるけど、時代が違うよな。もうその変なやつ自体は別にそんな増えてないとは思うんよね。急に最近になって変なやつ増えたとかはまあないと思うのよ、言うて。昔から別にいたとは思うねんけど、やっぱ顕在化してるだけじゃない、言うて。最近まあそれが結構表面化はしてるよねっていうだけだと思うんすよね。不審者がいきなり増えるはまあないやん。だって昭和の不審者の多さやばかったと思うで。だって昭和不審者の巣窟でしょ。なんならだって昭和って電車の中でタバコ吸っててんで、やんばすぎやろ。駅のホームでも余裕でタバコ吸ってたしな。いやーもうこれは俺の配信で
話すような、てか解決できるような簡単な社会問題ではない